市政府駅は台湾台北市新木区にある台北都市運板南線の駅。駅番号は BL18。台北市政府駅とも言う。当駅はた田た東寺の地下、キールン路と松一市寺の間に位置する。駅名は当駅南側の台北市政府から命名された。ホーム島式ホーム一面二線の地下駅で、当駅のホーム床面積は板南線の中で一番広い。 ホームドアが設置されている。ホーム中央は吹き抜けとなっている。出入り口は4箇所ある。出口1.2は駅の東端。出口3.4は駅の西端、出口2に新障車用エレベーターがある。当駅は台北市東区振興な審議計画区証券の外苑、また交通流量最も繁忙なただたかーずまじ、キールンの交差点の下にあることから、 台北都市運の駅の中では、台北駅、西門駅、忠高復興駅などとともに乗降客数上位4駅以内を占める。1日あたりでは2010年代以降は10万人超えが常態化している。出社、帰宅時刻また休日の乗客が集中して混雑が特に激しい。交通流量の分散を図るため審議計画区の南部に、 新技線が2013年11月24日に開通した。台北市政府早運駅以外、駅出口そばのただたかあずまじに、都市運市政府タ担バス停が設置されない後、南港、汐止三重、新城、アシス、警備、木柵、青年公園方面への便が運行されている。その他、駅、南側出口2に、台北101への無料シャトルバスが運行する。 ありがとうございます。